中でパーフェクトの女子も決勝トーナメントモードでやりましょうみたいな感じでやったんですけど、全部選考もらいましたね。え全部選考もらって、勝ったり負けたり。あれ超強い。帰ってきた。おいでおいで。ジョン君なんなん。あ、ジョンさん、一ラウンドでニヤニヤするだけニヤニヤして言ったんすけど。ジョージ君行けよ、一緒座ろうよ。うちら試合かな。試合かな。ちょっとジョン君の意見だけ聞いて交代しよう。ほらジョンさんトライとかすごいすごい応援されてた。わあ、ありがたい。ただお前3レグ目余裕なかったな。顔こわばってた。ちょっとそろそろ真剣に入れないかんと思って入んないと思った。最初めっちゃニヤニヤしてたけど、最初そろそろなんかよしやるぞ。この辺になんかただ左前を見ると森久保さんと織江さんの顔が見えました。なんかめっちゃいじられてるぞ今。外すな俺って思うの。でも集中してるね。全然ニヤニヤしてたもんね。真面目な顔のふりをしてました。超ニヤニヤしてる。ダメでした。いやニヤニヤしてる。基本ニヤニヤしてるから。あと一試合あるでしょ。はい。次何する？え、私たちは？いやもう僕も負けちゃったんで、でしかも多分大穂さんたちなんですよね。多分全勝してるんですよ。じゃあ何でもできるじゃん。何でもできますよ。ということは何でもできる。はい。何でもできるいただきます。いや僕の放送席は勘弁してください。ハイトーンから上は、ハイトーンから上は全部カメラに向かってなんかしよう。いつら。それゼロ。もう相方にも言っといて。あ次。ブル2本入ったら俺トライ。俺トライ行くから。ただちょっと内緒でいきます、ね、でトライって成功したらカメラに向かってアピール、毎回失敗したらカメラに向かってごめんなさい。多分他の人たち何やってんだこいつみたいな感じでしょ。いや多分我々しか分かってないでしょこの流れ。うん、もう完全に こちらの あのチャットの方のやつしか分かってない。そうですね。それも姉香さんが後日うまーく動画にしてくれるから。いやいやしないで、それはしないで。そこだけ抜いてって、あのラウンドずつ抜いてったら結構面白いと思う。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。表情に余裕がある時とない時が、余裕がある時とない。ですよね。このマーク、このマーク来たら僕もうちょっとメンタルくる。皆さん低評価やめてください。高評価でお願いします。ジョンのためにも高評価お願いします。もしくはもう押せないようにしておいてほしい。評価させない。評価させない。コメント欄もコメント欄ももうオープンで禁止。あ、でももうずっとここなんですかね、ロビンは。今回回せないね。もう次ぐらいからまた変わる。うん、だって、なんか逃れようとしてさりげなく俺動かすでしょみたいな。試合っていうことじゃなくてピヨってるっていうのが面白いっす。あのこんなことないっす。そうやってきっと強くなっていくんでしょうね。カメラ意識したこと多分僕ないんですよ、試合で。あんまり。え、さっきはあった？頭の中に。さっきはあの空投げからなんか何やろうって思いながらやってる。視線を感じる。視線を。もう左前から視線を感じるんですよ、二人の。めっちゃ見てたもんね。しかもなんかもう笑ってたから、これ行かんのかーみたいな。いや、行かんのかーが面白いかなと思ってハット狙ってたんですよ。こっちですもんね、お母さん。あ、呼ばれた。あら、じゃあ、ジョン君教えてもらえないらしい。一人ぼっち。もうぼっちですよ。まあ確かにもう負けたんでやることはないんですけど、あんまり貢献してください。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。誰か、はい出た。もうデフォルトだ、顔。本当に顔大きいです。あ、応援してくれてもらってありがとうございます、本当。
試合見ましょう、試合を。フェニカップでこのメンバーは豪華ですね。竹内さん、もう全然いい感じですよね、大野さん。めっちゃ悪いって言ってたんですけど。ナイスさあ、ブルブル。まあ、こう7っすよね。3本目あ、ナイス。1、2、1。これがちょっと悩みますよね。5、1から行くか、ブルから行くか。5、1からで、ブル。あー84、17、ダブルか60か。こんにちは。60っすかね。ブル。ブル。ナイス。これ誰か来てほしいっすね。さすが、プレミアも負けました、相良さんに。おお、馬いきますかね、これ戻るか、うまか。戻った、ナイス。こんなこと強いっすよね。カットでいいっすもんね。ジョーノです。これも竹本さん、馬じゃないですか。わー、惜しい。やっぱ狙ってるんだ。あー、上使用バレルは今はごめんすナインの 20g ですね。あー、お子さん、さすが、ナイス。これ顔がでかいわけじゃないですからね。これはもう、これはもう寄ってるだけです。いや違うです、これ寄ってるだけです。です。で、カタコンの M です。いや、これこの
パターン初めてじゃないですか。このいやいやいや、バレルが小さい、バレルが小さいだけかもしれないです。多分バレルで言ったら多分最長ぐらいのレベルだと思うんですけど、 20g ですね。いやこれ違うんですよ、顔がでかいわけじゃないんですけど、バレルが小さいんですよね。です。これ戻んないですか。うわー、2連発、ナイスベット。天は投げたんですけど、僕があんまり重いのが投げきれないんですよね。投げれるようにはなりたいんですけど、重いのあ、本当ですか。天の虹はちょっと使ってみたいですね。もう一発。あ、惜しい。おお、ナイス、すごい。引かないっすよね、もう60やっぱ強いっすね。もう一本でオーバー。うん、ナイス。大穂さんが3連発目来るか。来るか来るか。よしナイスこれ面白いですね、試合。これ60かも。いや、うまい。外しそうな気配がない。あー、惜しい。でもこれシングルだとワンちゃん。あー、ナイス。こんにちは。ダーツ素晴らしいっす。いやー、すごい。ダーツ6。この打ち合いすごいっすね。ずっとみんな6以上ぐらいのレベルで。テイクバックなしは難しいですね、やっぱり。憧れますけど。あ、ここでワンチャン。さあ行くか、行く。19。うわー、カモン。17。うわー、ナイスー。すごい。ベッドベッドセブンワンチャン決める大穂さん、さすがっすね、ほんと。これを返すカモン。これはカモン、ナイス。さあ面白い。インナー、インナーがある。インナー、インナー4号。あー、惜しい。もうちょい上。あー、どうするか。4号いくか、ブルいくか。4号いくか、ブルいくか。4号いった、ナイス。いやー、でもメンタル的にきついですけど、でも竹本さんぐらいだったらもう多分外さないですね、このハットは。お、これはこれ大穂さんに回したらちょっとあれですね、もうバチバチだからきついですね。まだ2本あるから、どっちかでインナー入れれば。わー、これ外さないでしょうね。もう入れきってるから、モード入ってる。
からのインナーみたいな。やっぱそうですよね。ナイス。ワンダフォー。そうなりますよね。いやー、いいゲームでした。